パリナコータさんとチュンガラコ。パリナコータさんの塩水系の加工を示す宇宙からの写真。パリナコータさんは、チリとボリビアの国境に位置する活火山、清掃火山である。ネバドスでパヤチャタ火山群の一部でもある。他の主要なグループに、ポメラペ山の更新予の頂上がある。ヘリウム氷層露出技法を用い、290AD の噴火が300年で起こることが、明らかになった。 火山の主な噴火のうち8000年前には 6km の土石流が起こった噴火があり、この影響で水流がせき止められ、チュンガラ湖が形成された。この火山とポメラペ山は佐マ国立公園とラウカ国立公園にまたがる。火山は約35度の雪や瓦礫の斜面であり、登山は比較的容易で鉱山の F 等級となっている。キャンプは パリナコータ山とポメラペ山の間の標高を5300メートル地点で行うことができる。登山が困難になる季節にはペニテントと呼ばれる雪ができる。この季節では1週間あたり1人の登山者が挑戦している。ガイドと運搬が必要な場合、27キロメートル離れたボリビア側のサハマ村で申請することができる。ウィキメディアコモンズには カリナコッタさんに関するメディアがあります。ありがとうございます。